ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想教員牧野です。今回は懐かしの他のシューズ2足紹介していきたいと思います。これはね、2013年14年の頃に履いていたシューズですけれども、こちらがフワカとカイルアというシューズです。で、なぜかこれね、レディースものなんですけど、全然、私メンズで履いてましたけどね。これが2013年に出た、シューズですね。で、どちらもまあカイルアっていうぐらいですから、ハワイのねカイルア、トレイルとか、名前がそのまんま使われていましたけれども、かといって裏側はね、別にドットがあるわけではなくですね、普通のロッカー機能のシューズだよというとこです。で、ちなみにですね、こちらなんかも、これ両方ともウルトラで履いたんですけど、フワカに関しては非常に綺麗に見えるんですが、実はもう裏がベロベロになっているということで、もうほとんど保存用兼、普段履きと、普段履きつまり滑るんでね、今日みたいな雨降ったりとかね、そういった時には敬遠しますけれども、まあそこでこう今のクリフトンとか、に比べるとちょっとゴツさが目立つかなと。ただやはりウルトラをね、経験した時にはこれがやはりですね、足のダメージがなかったという初期のモデルっていうのは非常に嬉しかったなと。で、この後にクリフトンだとかが出てくるんですけども、ですからその辺の軽さの衝撃っていうのは今でも覚えてるかなと思っています。で、今のタイプねの原型ですけれども、まあ、それでもね、やっぱり今の方がロッカー機能が、ね、メタロッカー構造効いてるかなと思いますけど、フワカの方がね、より動きっていうのはいいかなと思ってますね。重さはですね、カイルアから測ってみましょう。まあこのごっつさで当時としては276っていうのは非常に軽いですよね。はい。で、フワカですね、242と。だからここからクリフトン出てきた時に軽さっていうのはまあ驚きだったなという気がします。で、フワカに関して言うと、やはり先ほどのカエルアよりもメタロッカーが非常に効いて、中心点がここだよというのがこうよくわかるミッドソールの作りになっていたというのですね。で、これでね、100キロだとかこう当時走っていましたけれども、本当にこれが今やもうポピュラー化して、ボンダイやクリフトンや、アラヒというふうに継承されていったなと思っています。今回はですね、2013年14年に出た、他オネオネの、カイルア&フワカ、こちらを紹介させていただきました。もう今はこのシリーズがないですので、まあ見るチャンスは少ないと思いますけれども、まあこんな懐かしいシューズも今後紹介できればなと思っています。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想教員牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。